次のグループお願いします。大丈夫だ大丈夫だ、どうぞ。そこにいる瓜田純氏の生き別れた双子の弟の瓜田純次です。ふざけてんの？さっきあのさっき上ですれ違って間違い出したんです。めちゃくちゃ仲良しじゃん純氏。会いたかったんだよ久しぶり純氏。ブラザー、お前そんな紛らしいから、ミクルもそれ富澤大地までお前に挨拶してるの？みんな俺に挨拶してるじゃん。ブラザー会いたかったんだよ。戻れとりあえず。知らねえ。試合決定じゃなくて握手だけでも。手震えてんぞ。会いたかったんだよ。手震えてねえよ。純氏の弟だぞ。戻れ。何言ってんだよ本当に。マジで分かんないですよ。分かるだろう。いやいや、パッと見顔上げたらいるんだから。そうどうぞ。純氏久しぶり。バカにして。もう一回。純氏久しぶり。俺そっちじゃなかったの。今日来てないみたいだけど、俺の席開けてくれてたのかなと思ったんだけど。純氏ならそこにいるよ。いんねよ。ちょっと似てる眉毛。誰だよ。まあ熊本でパン中村さんに公認いただきました。パン中村です。私もういいっす、もういいっす、あの2人準備してください。2人準備してください。スパリング、はい、スパリングできますよ今。でもう本当にスパリング、あ、もうスパリング、はい、じゃあ準備してください。全然いいです、はい、因縁の生産をやってくれる、メーカーの最高支配者です。さあ、スタボスが交わる、オフェンスも赤。以上、0対5を落ちまして勝者、ウーカージェンジー。はい、中央、センター。カンコピ、はい、中央カンコピしてんね。はい、あ、待って、ブレイク、はい、上げてんぞ。バンさんの留守を守りました。アドシャップ。そこでモノマネ行かないのが終わってる。そうです。ミッドボーハビゼ。順次ハゲてるじゃない。順次迷惑かかっちゃう。ただのハゲだろお前。エンタ迷惑でブレイキングドリームまだ掴んだやつがいないと思うんで、どうぞ俺と年間契約してください。どうぞしよう。ないでしょ。連絡待っております。皆さん、天国はプレイしてますか？キャラクターもかっこいい、動くんですよ。最強の拳、アラヤ剣。
ウリタさんもね、冗談抜きで毎日やってるって言ってたんで。トリックスター、薄井拓也。チーム戦の方がめちゃくちゃ気合入ります。もうみんなで喜べるから、チームで勝ちたいですね。暴走勃発、最強へ上り詰めろ。仲間がいることによって士気も上がるんで、チームのが熱くなれますよね。最強の座は一つ、拳で証明しろ。剣国、今すぐインストール。じゃあ次の方お願いします。改めて意気込みをお聞きしたいと思います。はい、富澤大地です。まあ、無事1回戦勝ち上がったので、まあ、準決決勝としっかり勝ってベルトを巻こうと思ってます。で、まあ、記者会見の時でも言わせてもらったんですけど、まあ、改めて、まあ、組み合わせを変えてもいいかなと思ってて、で試合の終わった後にちょっと絡んできてるバカもいるんで、なあ井原、やりたい俺と。次の対戦相手どうなるか分かんないけど、つまんねえ試合してんじゃねえ。よっしゃ、スラッツは OK。 富澤誰がつまんねえ試合だよ。俺の方が面白い試合してんだろ、普通に考えて。次お前、あ、誰でもいい、てめえやってやるよ。お前誰でもつまんねえ試合だよ。てめえのがつまんねえだろ。ああ、おめえのが倒しきって、お前よすぐ倒せよ。お前なあ、お前、おめえでやってやっからよ。まああいつ本当に分からしてやろうかなと思ってるんで、めちゃめちゃイラついてるんで、そんな感じでお願いします。おい、お前笑ってらんの今のうちやがんな。うるせえバカ。おい、ボコボコにしてやるからな。やってみろよ。こらやるか、来てね、バーカ。ほら、まあ、あいつのにやけ面消すんで、あとは検討いただければと思います。以上です。わかりました。じゃあ団地面選手。団地面敦貴です。今回このバンタム級トーナメント4人すごいいい面構えが揃ったのかなと思います。で俺は 7.5 で唯一負けた富澤大地選手にリベンジするためにブレイキングダウンでずっと戦ってきて、ここまでに、負けてからヨーロッパ対抗戦とか3連戦してきて全て勝って今ようやくここに立ってます。一番熱くなれるのは11のメインで富澤大地選手と戦えることが、まあ、僕としても視聴者さんとしても、一番熱くなれるのかなと思ってるんで、俺は決勝で富澤さんとやれたらなと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。井原龍太郎です。僕のための大会、僕のバンタム級のチャンピオンベルトだと思ってるんで、別に誰相手でもいいです。僕は多分ダンチメンも富澤も多分俺とやりたいって先に言ってるんで、別にどっちでも大丈夫です。ただ富澤の方が僕は強いと思ってるんで。おい、お前勘違いすんなよ。まあ富澤と、ちょ、俺の話しといて、俺の話しといて、黙っとけな。富澤お前のためのトーナメントじゃねえんだよ。黙れ、おい黙れ、こらてめえよ。
お前俺とやりたいだけだろ、お前なあ、やりたいだけだろ、お前が俺とやりてんだろな、これ。ああ、だからいいよ、俺はお前とやりたいけど、お前もやりてんだろ、俺と絡んできやがってよ、この野郎。やるか、じゃあ何様つもりだ、お前、これ。うるせえ、お前誰だよ、お前、何様って、お前俺に手出したねとか言って、わけのわかんないこと言って、お前誰なの、まずお前。お前舐めてんな、お前ただのお前エセ格闘家じゃねえか、お前。おい、お前マジ舐めてんな、こら。舐めていいよ、分からしてやるか、お前。舐めていい、やるかな、やる、おい、やる、嘘が来てね、やる、恥かかしやっから黙れ、てめえで恥かくの、てめえ暴言しつけんだよ、てめえ、同じ話しつけんだよ。じゃあ山川君も一言。はいはい、山川宗樹です。そうですね、まあ本当ぶっちゃけ僕は誰でも楽しそうだな、おい、お前酔えよな、俺と変われよ、今からスパーリングしようや、俺もベルト欲しいんだよな、どうや。ちょっと一回座ってもらいます。すげえ KY だな、ユーリーがそこまで空気を読めないと思わないって相当、なかなかいないレベルの KY だわ。お前とやりてんだよ、俺は。俺お前みたいな好きだよ、イハラと違ってお前のが好きだわ、俺イハラと違うわ、面白いわ。どうですか、CEO。 そうだね、まあこんだけ伊原君と富澤君揉めてるんで、じゃあ組み直しますか。全然僕は何でも大丈夫です。僕もこいつが万全な状態でやりたいんで、ここでもし何か怪我でもされたら困るんで、僕とお前なんか怪我してても負けねえ、一番最初にやれれば、まあ視聴者が求めてる風な形が一番いいと思うんで、じゃあ組み直しますか。うん、近づくな、それ気持ち悪いな。なる奴を呼び出し、本戦の相手を自ら決める。こいつらの標的は超十二力ガンダム。嘘でしょ。俺たち順次と言います。おー、びっくりした、本物かと思った。なんだろうね、家畜、家畜かな、畑耕す牛みたいな感じですかね。まあ似てないっすね。グラサン外したら似てるかどうかだけちょっと。ちょっとサングラス外してもらってもいいですか。眉毛のこの今やってるのすげえ似てるっす。はい、よくモノマネって言われがちなんですけど、双子の弟なんで、え、順次、ウリタ順次なんで、モノマネじゃなくて別物っていうか、生き別れた兄弟なんですよね。いや、順次はやっぱり作家であり、アウトローのカリスマであり、 K-1 のファイターですけど。長いな、ちょっと飽きてきた。飽きてきたっす、うん、エンタメ分かってないっす。いや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 、うわうわうわ、マジかよ、これも本物だと思ったわ、マジで。何なんすかこれ。パン中村です、よろしくお願いします。戦いたい相手とかいたりします？まあ十人二匹には勝てるかな。この人ちょくちょく俺に DM してくるんですよね。え、ちょっとごめんなさい、あんたでもいいよってやってもらっていいですか。どうですか、12人に対してメッセージというか。バーッと見渡してみて、まあ、エンタメで言ったらあんたが一番花があったよ。あんたでもいいよ。いいね、いいっすね、ちょっと会いたいっす、生で。生でちょっと会ってみたいですね。
おせや、いつまで待たせんだよ。見た人がいる、あとでいいよ。いやー、やっと会えたね。会えましたね。いや、やっぱ似てるっすね。ありがとうございます。はい、ちょっと俺とやりたい理由とかって特に何かあるんですか。まあ、経験したことなくて。本当なんですか。あの格闘技っていうか、はい、バーッと見た中でワンチャンいけるかなみたいな。ちょっと俺と相撲しません。今相撲っすか。はい、相撲っすよ。乱闘じゃないですよ。あ、相撲っす。相撲っす。いいっすか。いいっすよ。マジでいきますよ。いきますか。いかなかった。チャッキーおい、残った。ワンチャンいけんじゃねえかな。あんたでもいいよ。お帰りください。ありがとうございます。あー、マジか、そのパターンか。あ、ぬりぼうと申します。はじめまして、よろしくお願いします。ちょっと待ってください、ここ知ってるな。なんか小宮がカドッチョでこうなった時じゃないですか。いや、いいっす、もうお腹いっぱいっす。ニキ、ニキでしょ、喋ろう。マジでちょっと本当1、2分でいいんで喋らせてもらえません。俺、いや、なんか勝手になんかライバル視されてるんですけど、やめてください。俺これ、今言いたい、今マジで言いたいんですけど、なぜか分かんないですけど、世間の人たちは勝手にライバル視させてくるんですよ。ちょっとなんとかしてください、これお互いに頑張りましょう。はい、ちょっと帰ってもらいましょう。はい、大丈夫です。 OK です。お腹いっぱいです。え、もう大丈夫です。インカム本当っすか。本当っすか。一回出ましょう。うっす。あ、ちょっとエンタメ枠っすね、全部。まあ、僕は9ぐらいでエンタメは卒業したんで。多分入れます。おお、ちょっと待てよ。お疲れ様です。お疲れ様です。結構久しぶりですか。そうですね。久しぶりにチョンズウェイです。はい。チョンさん、戦いたい相手とかっていました？十人日記。十人日記。はい。始まった。このパターンか。絶対一緒に来てるじゃん。結構離れてますね。最後に試合したのは、最後試合したのがあのブレイキングダウンの6、1年前ぐらい。いや、だとしても10年日記、いや、レベル全然違うと思いますよ。左腕で自分いけると思うんで、10年日記だったら。 Oh my god、 Oh my god、 かなり舐められてます。いや、いけるんじゃないですか。待って、どうせ次も俺進化しますし、余裕っすよ。中人に負けるようなことがあれば、もう日本にいない。日本に入れないですね。はい、本当言いましたね、この人。こいついいっすね、チョンさん。俺を選んだってことは何？同じレベルって思った？まあ余裕かなって。あ？お前ごときで？そんな強くなったの？めちゃめちゃ強いよ。めちゃくちゃ強い。私だけじゃなくて。随分調子乗ってるね。見たでしょ？9の KO。いや、悪いけど全然見てないわ。
見た方がいいよ、ちゃんと学習した方がいい。あ、そう、うん、じゃあやるか。ああ、やるか。やろうか、じゃあ。ああ、ああ、その目つきや。なんだよ、うわ、なんだこれ、やばい。お前逃げてんじゃねえよ、ほら。あ？お前逃げてんじゃねえよ。めっちゃ逃げてんじゃねえよ。あ？チョンさん、それは一回しまおう。またな、当日だ。ダメ。怖っ。あれマジ本物だったと思ったさ。おお。斉藤君にとってはもう分かってるかと思いますが。そうですね。十人日記はこれ見てるんですよね。はい。どうですか今の率直な気持ち、この上下関係的なのが。なんかムカつくっすねちょっと。なんか正直僕十人日記には絶対負けないって思ってるんで、なんかその十人日記に選ばれる側ってのはなんかムカつくっすね。どの口が言ってんだ。なんていうんですかね、覇気が感じねえな。なんかもっと アピールしてほしいな。本当に俺とやりたいならもっとアピールしろと。偉そうなこと言ってんじゃねえ、ビビってるだけだろ。お前噛んでんじゃねえかよ。お前ちゃんと、お前ちゃんと自分の思い伝えろよ。そのまだ自分のなんか殻を破けてないと思うんですよね、彼の人生の中で。僕がその殻を破ってあげたいなと。はい。おい、ほれ、サイト、おい、お前聞いてんじゃねえぞ、おい。しゃあ、勝った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 。座れよ、俺。ダメや。疲れたわ。うん。ずれ返ってんじゃねえぞ。なんだよてめえ。意気込みは。意気込みはじゃねえ。おい。はい。はい。勝っただろ。はい。はい。なんか勝っただよ。いってや。あっちへ。いな、これで。あの、天聖さん、これあの、十人日記の企画なんですけど、はい、大丈夫ですか。いやいやいや、おかしいでしょ。なんすかこれ、ちょっと待って。彼、仙台ですよね。で、十人とやった仙台ですよね。うん、はい。1対10で相手が全員武器持ってて、一人残らずボコボコにして、最強じゃないですか。俺もちょうど同じ時期、知り合いが10人やられて、うん、ちょっとそういう話したいなと思った。いや、こんなおっさん知らないですよ、俺。最初日本に来た時にコリアムに住んでた、英語の先生で、で宮城県ずっと遊びに行ったんですよ。で、そういう知り合いが、あの10人がやられて、で多分あいつだと思うな。ちょっと話したいなと思った。やばいってこれは。
10人分が仕返ししたいなと思った。あ、じゃあ今近くにはいるんですけど。あ、行きたいな。怖い。嘘でしょ。ちょっと待って、マジで買い出せましょう。質問あります。質問今から行くからね。10人分行き、はい、ちょっと話しましょう。逃げるなお前。これ本当に来るの？リアルタイムですか？この人今から来るの？そこに。それはもう、だってもうさっきのチョンさん見ましたよね、みんな。いや、ちょっと行ってくるさ。はい、マジでもうしょうがないです。もうけじめつけるしかないですね。マジですか？座って。ちょっと座って。はい、マジの話。これブレイキーダウンのこと関係なしでマジの話。はい。そういう住人がお前やっちゃったんじゃない？ああ、やりました。はい。それで俺の知り合いんだよ。マジでちょっとムカついて。いや、ちょっと。すみません。いや、多分人違いです。違いない。いや。仙台でしょ？1000です、はい、うん、いつぐらい？5、6年前ぐらいですね。でしょ、はい、ちょうどそのみんな怪我したんだよ。今日もちょっと結論取りたいな。ちょっと自分が10年分がやりますかなと思って、12日に10年分やるかなと思って。いや、ちょっと、なんでこのグループにいるんですか？いや、本当だよ、うん、マジですか？本当マジだよ、これ関係ないよ。仕切りで来たら俺がぶっ飛ばすから。俺のこと知ってる？いや、俺は知らないです。知らない、はい、失礼な、お前もう失礼ことも始まってるんだよ。どんどんね。はい、どうする？どうします？どうする？あ、どうする？あ、どうします？あ、どうする？どうする？うたっ、普通に取ろうか。どうする？あ、うわー、痛え。取ればいいよ。10人分やるから、それ1人分ですよ。マジかよ。あと、もう1回ですか？いや、待て。あと9人分だよ。いや、待て。9人、マジだ。まあ、8人。おぉ、待て。マジで痛いって。8人。行って。いいよ、7人。うぅ、行って。6人。マジで痛いって。どうするごめんなさい、すいません、申し訳ないです。なんでやったのそれ？すいません、謝れ。申し訳ないです、すいません。冗談。失礼します。冗談。マウスピースつけてくれよかった。冗談で、マジで本当に痛い。めっちゃ強くない？てか今日何なんですか、今日の人たちは。エンタメからガチ勢までヤバくないですか？もう ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションでの裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。ブレイキングダウン11を一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン11本戦は2月18日東京ドームシティ内プリズムホールにて開催。ペーパービュー会場チケット販売情報は近日発表。クローズの監督とか夜明けフィルム第1作オーディション応募開始。応募期間は1月11日。詳細は概要欄リンクから。つまんなかったらえらい目に遭わされるんじゃないかと。ブレイキングダウン11は
剣獄のほか鬼丸ホーム、イシュラ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。